あなたは米国の底力をどう考えているでしょうか。現在、次世代戦闘機開発が活発化しています。今回は次世代戦闘機のコンセプトアートが見つかりましたので、詳しく見ていきます。日本も F3 戦闘機の次 F4 戦闘機開発が必要です。いや、横浜でロボットのテストが。2020年9月15日、アメリカ空軍は現在運用している第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の後継機となる第6世代戦闘機が2020年にすでに設計と製造を終えて極秘に試験飛行が行われていると公表した。アメリカ空軍のウィル・ローパー調達画発担当次官補によると F-15C、D、イーグルと F-22、ラプターに代わる後継機種として NGAD、ネクスト、ジェネレーション、エアー、ドミナンス、次世代性空戦闘機の技術実証機の試験飛行を実施していると明らかにし、仮想現実 VR を駆使したデジタル設計開発技術によって設計開発に要する期間を大幅に短縮、さらに最新の製造技術によって次世代戦闘機への性能要求決定から1年ほどで初飛行に成功することができたとのことであるが、開発を担当したメーカーについては明らかにしていない。また、米空軍の公式文書であるサービス及び装備取得に関する各年報告書においても、この NGAD に関する項目があり、そこでは NGAD のコンセプトアートが掲載されていて、米空軍におけるいわゆる第6世代戦闘機がその姿を少しずつ見せ始めている。2021年6月現在で、世界では第6世代戦闘機の開発計画がいくつか進められていて、我が国においては航空自衛隊が開発を急ぐ次世代ステルス戦闘機 FX がそれに該当する。 FX はかつて I-3 ファイターと呼ばれていて、現有の国産戦闘機 F2 の後継機種として三菱重工業を主幹とする国内8企業が参画して、機体のみならず、エンジンやアビオニクスも含めた純国産戦闘機として開発が進められている。また、欧州においては、フランス、ドイツ、スペインが、それぞれ独自の第5世代戦闘機の開発を断念した上で、共同開発による第6世代としての FACS の開発を進めているほか、イギリスでは BAF システムズ社によるテンペストを現在のユーロファイタータイフーンに代わる後継機として開発を進めており、スウェーデンとイタリアが共同開発への参加を表明している。その他ではロシアが第6世代戦闘機の開発を行うことを表明しているものの、第5世代に属する SU-57 の運用が2020年12月に始まったばかりとのこともあって、第6世代については無人機となる可能性が示唆されている。また、中国においては無人戦闘機アンジェンを第6世代と位置づけているようで、2011年に実証機を飛行させているとの報道があった後に、2018年6月にはフルスケールのプロトタイプの写真が公開されるなどしており、
無人機ではあるものの世界初の第6世代戦闘機として登場する可能性があるとされている。このように、世界では次世代戦闘機として第6世代の開発に注目が集まっているのであるが、このジェット戦闘機の世代呼称は特に決まった定義があるわけではなく、誰が決めているというものでもない。これまで一般魔と言われてきたのは、第一世代がジェット機黎明機のもので、音速より遅い戦闘機 F-86 などで、第二世代は機体にレーダーを搭載した初期の超音速ジェット機 F-100 など、第三世代が第二世代の能力に加えて、電波ホーミングミサイルを搭載できて、夜間、戦闘能力などを備えた戦闘機 F4 などとされた後に、第4世代として星空のみならず対地対艦攻撃能力など複数の任務をこなすマルチロール能力と運動性能に優れる F16 や F15 SU27 MIG29 ミラージュ2000 J10 などの戦闘機が登場している。そしていわゆる第5世代戦闘機につながっていくのであるが、その要件とされているのが、ステルス性の高い機体を持ち、超音速での巡航が可能であり、空、地、海の様々な兵器とデータリンクが可能な、アビオニクスを搭載している戦闘機とされていて、F-35、F-22、SU-57、J-20 などが挙げられている。また、最近では、第4世代の機動性やアビオニクス能力を向上させた。第 4.5 世代なる戦闘機が登場しつつあって、アメリカの F-15EX、F-16V、F-A-18E、F、ロシアの SU-30、MIG-35 のほか、ユーロファイタータイフーン、ラファール、サーブ39グリペン、J-12、日本の F-2 も、それらに分類されているが、第5世代との差はステルス性の、有無くらいであろうと言われている。そのような情勢の中で、第6世代戦闘機の開発では、これまで世界の先頭を、走ってきたアメリカが、NGAD 開発の発表があったとしてもかなり、遅れている印象が持たれるのである。実際にはアメリカではこれまでにいくつかの第6世代戦闘機の開発計画が存在していたのであるが、ほとんどが自然消滅したようになっていて、どうやらそれには理由があるようだ。実は先のローパー調達開発時間補が NGAD を公表した際に、もう一つの重大発表がなされていたのだ。それはアメリカ空軍におけるこの先の次世代戦闘機開発への新しいアプローチとして、デジタルセンチュリーシリーズ構想を提唱したことである。現代におけるジェット戦闘機開発は近年複雑化しており、10年以上の歳月がかかるようになった。そのため、完成する頃には戦略や戦術が大きく変化するほど、戦場環境の変化が著しく、運用を始めてすぐに手直しが必要になってしまうのであるが、開発計画を途中で変更することは簡単ではない。さらには、運用を始めて15年経過するあたりからメンテナンスコストが右肩上がりに上昇するために、長く使えば使うほどコストがかかってしまうのである。
そのため、仮想現実、VR を駆使した戦闘機の設計開発が1年程度で可能となったことを受けて、新しい戦闘機を8年ごとに開発して入れ替えていくことで、長期運用で膨らみ続けるメンテナンスコストを下げながら、常に性能を向上させた新しい戦闘機を保有していこうというのが、デジタルセンチュリーシリーズ構想だ。例えば、F-35 は約50年の再生サイクルを持つとされているが、この先 F-35 を回収しながら50年間運用していくよりも、8年ごとに新たな戦闘機を開発して16年ごとに交代させていくサイクルを回した方が、トータルで 10% のコストを削減できるとされているのである。ちなみにセンチュリーシリーズとは、1950年代に新しい技術やコンセプトで短期間に次々に開発された戦闘機群の総称で、 F-100、スーパーセイバー、F-101、ブードゥー、F-102、デルタダガー、F-104、スターファイター、F-105、サンダーチーフ、F-106。デルタダートの6機種を指している。米空軍では、この構想を採用することを、まだ正式には決定していないが、仮想敵国であるロシア、中国における戦闘機開発の進度から見て、デジタルセンチュリーシリーズ構想下でも戦闘機性能において、十分優位に立てるとしている。そして、公式文書に記載され始めたことからも、デジタルセンチュリーシリーズ構想は着々と進められていると、考えられ、2022年頃までに正式決定が下されるのではないかと見られている。